自分が一瞬で鼠径部を出ることで出るってこと、はい、落としてで消えた瞬間に相手が仙骨で波を起こして浮かしてから波を落として矢を返す。で仙骨の波中心軸、鼠径部の緩みっていうのと腰の回転、鼠径部の緩みと肋骨の閉じ込みを使うとこう説明なしなので最初からやってもらっていいですか。あ、そうか、選手だから相手がいる。あ、そうなんですよ、そうなんですよで、頭がまあこれぐらいと入ってると思うんで、はい、まあ、大体このこうやって距離合わせてもらって、はい、で足その場で片足、まあ、右前やと右前で出してもらって拳1個分ぐらい、まあ、間開けて足も半分ずつぐらいちょっとこう前後完全に重ねすぎると、まあ、ちょっと近いと言われてるんで、はい、まあ、離れすぎず近すぎず、はい、こんぐらい、はい、でまあ、なんかこうやってね、ここら辺同士を組むっていうのがまあ一般的なんですけど、今回はあの両手こういう感じでこう組み合った状態ですね。でこれがどちらが上になったりっていうのはまあ状況によって変わるんで、このまず、下から上というパターンですね。相手が上にから圧かけてて、こっちが下に潜った時で、このやり方としてはただ担当校の要求に飲みながら自分自身がこの圧を感じて、それを体をつなげて鼠径部をって緩めていったときに相手が浮くという、うん、はい、なんとなく、はい、ここで圧を感じる、キュッと相手が上から圧ちょっとかけてもらうんですかね、クッとかけられた、でその圧を感じて、例えば肩甲骨で詰まってたりしたら全部それを背中、腰、鼠径部緩めて、鼠径部というかね、腰のところ入ったところから鼠径部緩めて、で地面に落ちたら相手が降りていく、うん、はい、力はどのくらい入れたらいいですか。あの要は結構固めて飛んじゃう人が、あ、でもこれはお互いの練習やから、あ、じゃあちょっと緩めて感じてた方がいい、ね、そう感じといて OK です、はい、だからそうですね、緩めて感じる、でこの圧をかけてるとこから緩めるとちょっと、でもそっちも相手も緩んでるとその崩れるとこまではいかないんで、それを感じて、それ以上相手を崩そうと思ったら自分がふーっと落とすごと、あの相手にこう、まあ、対極拳の規制の状態に近いけど、ふーっと自分は面毛からこの辺つなげていく感覚を強めるのと、自分が鼠径部を緩めて沈んでいくのをこういう形で落としていくと相手にの軸に入って、でもう一個が相手がちょっと固めて持ってもらった時にはこの落とした瞬間に相手が浮くっていうのをお互いにやる、固めてる状態と自分が沈む、全然分かりません固めてるともう来ます、そう固めてるとふって沈んだのが相手に浮くんで地面に当たってふって跳ね返る感じになるんで、相手がちょっとこうあの動くような形になりますね。相手が固めてるとそうなる、相手も脱力してると相手がちょっと軸を捉えたなっていうのをお互いに感じるっていう程度、はい、次は今のが下から上で、次上から下、これ長い動画になりそうですね。ここからだと、はい、はい、こういう上から下はこれも完全にいつも言ってる、鼠径部緩めるのと肋骨の収縮を同時に行ってという感じですね。はい、そうですね、だからこれ今の相手がまあちょっとでも固めて押さえてくれてると今みたいな感じで崩れてるん でこの時にクッて落とそうとして手にこっちが意識が入っちゃうと、相手それで固めて重心の方にしていかなくて自分が浮いていく側になっちゃうので、それをここを緩めてこういう形で固めてもいいですか。はい、じゃあ固めてください、はい、で相手が固めてるところからこっちが一瞬で鼠径部緩めて肋骨取ってフッて落とす手とこの立ってしたいな、はい、でこれも2つ目ね、はい、はい、もうこっち今回もう一方的に僕がやりますけど、技の説明なんでね、はい、本来お互いにやりますよ、
で今回は次は、仙骨の波ですね。今回もう手はもうロックしてても OK ですけど、できるだけ体つなげておいて足の裏にしっかり押さえて、でここから仙骨の波を、まあ、分かりやすくやるとグネーンって起こしていくんですけど、これができるだけ周りから見て分からないように仙骨の波だけしっかり単刀向の姿勢に入って、そこから仙骨の波だけをこうつなげておいて打とうと。はい、これも固めてたら分かりやすい。そうですね、だ今のが柔らかくやってもたりと、でここで体はつなげておいて、はい、っていう感じで今の仙骨の波 をちょっと見えにくく小さく、起こしたっていう、はい、で次が、八尾の回転。八尾っていうのは、まあ、腰と中国書いて中国語で八尾と読むんで、それが日本の骨盤を含むこういう回転ではなくて、ここですね、ここからで、ウエストのこのねじりも八尾ではありません。これはウエストのねじり、ここは使わないで、ふっとここが微妙に動く、この数センチですね。それを相手に伝える場合のやり方、もうこれどっちでもいいです。これ持ち方は自分が、まあ、動かすときにちょっと外を取れた方がやりやすいので、今回は自分が肘を相手の外からキュッと持ってあげて、でどちらでもいいです。こっちに動かす場合はこうで、左に振る場合はこうっていう感じですね。この時に使っているのはこの部分をキュッと入れる。で、できるだけ重心をで落としとくと、相手が柔らかく落としている時でも、はい、結構今相手が柔らかく沈みながら立っている時は力だけでいくとこうやって跳ね返されて拮抗するんですね。この腰の力使ってても拮抗しちゃう。で、そういう時はこっちが重心を鼠径も緩めて落として、で体の軸に意識を持ってきて、こういう風に持っていくと相手が柔らかく立ってても、動かしやすくなっていきます。はい、硬い、はい、硬いバージョンですね。はい、相手がガツッと固めて立っている時はこっちはしっかり緩めて体つなげて立って、そしてここからこうですね、はい、一瞬ここだけがギュンって、ここの矢がギュンって一瞬ちょっと動くのにこう乗せてあげる、こうしてはい、一瞬でこの矢の回転をする。これが、4つ目ですね。で次は、次虚実ですね。前後の重心の移動もちょっと入れていくと、今ずっと固定して同じ位置に立ってやってたんですけど、今度は相手がこう押してくる感じにしましょうか。ここを使ってグッと押してくる、これをずっと感じて一回後ろに流して、こういう感じで今やってるのが後ろ前なんですけど、細かく言うと後ろに下げながら仙骨を収めて、仙骨で波を起こしたのを下から伝えてるっていう感じになります。重心圧かけられたのを一回で、ここでやるとこうやると潰れるので、しっかり足の裏を流してあげて、で仙骨の中からこうやって、ね、はい、で、はい、で相手が固めてる場合に小さく起こして、でこの時にこうやると腕がぶつかるんで、ここから落として小さい動き、あまりこう手でこうやるのやると、こういうのを入れるとこうぶつかり合いになるんで、こっちはつなげておいて腰から鼠径部を見て足に流して、で後ろからですね、はい、これが前後に虚実を使ってやっていく。で次、解剖ですね。解剖っていうのは解剖帳と合で合わせて収縮していく感覚で、今回は今回も圧にかけてもらうんでしょうか。でも真ん中に僕に向かってグーッと圧かけてもらって、はい、でこれでこっちは貝でグーッと相手の圧を足の裏に流して貝で、次ゴーの瞬間にその軸がちょっとぶれる。でこれだけだと、ただそれは相手がそのうーんっていうのを感じて、でその収縮によって軸がちょっとぶれるっていうだけなので、それにちょっと組み合わせを入れていきます。うーっと返して、非常にちょっと腰の回転、ちょっと今わざとらしくやってますけどね、もうちょっと繊細です。ふーっていうのに対してじわーっと内側から張っていく、力みじゃなくて中心からぼわーっと張って、で消えた瞬間に相手が崩れる。もう一回ぶわーって中心から張って、で崩れる、ね、抜くっていうのもわざとこういう風にやるんではなくて、ふーっとその外に向かってガーってかけてた介護の貝の圧をふーっと収縮に切り替えた瞬間、相手がちょっと重心がグーって張ってたのが崩れるんです。その瞬間にちょっとだけ回転加えた、でこれが介護を使って相手を崩す。で次が
組み合わせですね、組み合わせっていうのが、先ほど仙骨の波を起こすっていうのがありまして、で矢を回転させて横に振るっていうのがありました。それを、組み合わせて使うとこういう形で仙骨で波を起こして浮かしてから振る、はい、そうこうすると結構根こそぎ浮くので動かされやすいですよね。はい、そうそうそう、相手が柔らかく立ってても OK、 相手が重心しっかり落としてた場合でもここから仙骨でグッと波を起こして矢を回転させます、はい、一回ちょっと地面から浮くのでそれで回転させます。ここから圧かけてとかくつなげて、でここからこの波を小さく回転させて矢を回転させます、はい、っていう感じですね。これが組み合わせで左右に仙骨の波プラス矢の回転、はい、だからこっちなんでさっきの矢の回転をダイレクトにするよりちょっと激しく相手が動かされる、きつくもきつもいいですか、はい、あ、じゃあ今回ね、聞きました、はい、グッと相手が力みでガーってこっちを潰しに来てるとしたらこっちはそれに対応せずに自分の中心に意識を持ってきて、で仙骨の波プラスちょっと力んでる人にやるときは吹っ飛び方がちょっと激しくなるので気をつけてください、はい。で次が今度会合、あでもこれやったな、会合の収縮と回転だから、これはさっきの会合の時にちょっと腰の回転入れましょうっていうのが入ったんで、もうこんな感じですかね。で今ので、組み合わせるといろいろできるんで、落とすとかね、例えばこうやって引き落とすっていうのもこのここに対してふって落としていくね、この落とすっていうのに、まあ武術的に言うとこの落とすだけだと頭突きとかが入ってきて危ないんで、ふっと落としたらちょっとしたもので今ちょっとね腕の意識入っちゃったんですけど、グーってやってるのをここに意識を入れずに中心軸、鼠径部の緩みっていうのと腰の回転入れる、はい、ちょっと固めていきましょうか。ここからここっていうんですね、ここの閉じ込みプラス腰の回転入れるとか、こうだから矢の回転を失敗してこうやって相手が耐えてください、安定してね、でこれで僕がこうやって跳ね返されそうな時に鼠径部の緩みと肋骨の閉じ込みを使うとこうやってとかね、こっちが半分崩されてる状態からやってみるとか、いろいろ組み合わせてみると面白いのができる。とりあえずこんなものしてみましょう、はい、はい、ありがとうございました。結構な大変な作業です。はい、ちょっと灯籠の解説動画を撮ってたんで息切れてますけれども、自由水種っていう形で先ほどお見せした、7種類8種類ぐらいの体の使い方を、まあ、相手に伝える方法としてね、形として水種をお伝えしますよということではなくて、僕がお伝えしている武術的身体操作をこう組み合った状態で相手にこう力を伝えるにはこういうアプローチがありますよというのをねお伝えするセミナーを行いたいと思います。で日程がですね、もうこの動画をご覧いただいた時点でもうその、ね、2018年の6月7月過ぎてたら申し訳ないんですけれども、6月30日の3時半から心斎橋で、大阪の心斎橋で全て同じ会場になりますけれども、で7月8日日曜日の3時半からそして7月21日土曜日の3時半からという形で、お伝えしたいと思いますので、ぜひ日程の合う方、興味のある方は足を運びください。はい、では今回以上です。ありがとうございました。ではまた。こんな感じでよろしいでしょうか、はい